したいんです実はですね今日3月14日なんですけれどもまあ一般的にはですねホワイトデーみたいな感じなんですけど今日はですねまさかこの日に来たかとやっぱなんか引き寄せてるなっていうところでじゃあ3月14日今日ですねまあちょっと驚くべき LINE メッセージが来たんですけれども。 あの、去年ですね、あの、僕のコンサル入ってくれた天才大学生っていう子が天才大学生ね。まあ去年彼が8ヶ月で、僕のコンサル入って8ヶ月で3300万、あ作ったんですけど、今日ね、彼から LINE メッセージ来て、吉谷さん。吉谷さんと、ちょっと待って、ね。吉谷さんと。吉谷さん。ついに3000万の 裏ン注文完了しました。っていうメッセージ来ました。で、納車が4月末ということで、この裏ンっていうのがランボルギーニの、まあ、裏ンっていうシリーズみたいなんですけど、僕あんまランボ詳しくないんで、まあでも、あの、まあちょっとね、その裏ン知らない人もいると思うんで、ちょっと V を散りばめますんで。そう。 でね、この3月14日僕何の日なこれねなんかすげえなと思うんですけど3月14日って僕あの,あの免許を発行したこの免許カードに、まあまあ、日付書いてあるじゃないですか何年何月に取得したっていう僕ね3月14日に免許が発行されたんですねだから僕が人生で初めて車に乗れた免許、まあ国が認めてくれた日が3月14日なんですよ この3月14日に、僕は買ってないですけどね、僕のコンサル生が3000万のランボルギーにか受注完了したっていうメッセージが来て、これなんかすげえな、みたいな。で、一応4月末に納車みたいで、でまあ僕4月あたりはちょっとか4月、5月はちょっと鹿児島いるんですけど、多分5月末ぐらいから、 彼とちょっと一緒にそのランボとなんかいろいろとや,るやろうかなっていうことでなんかやろうということでまあ今度そのまた銭湯行きましょうみたいな誘われて3月17日にですね一緒に銭湯行ってくるんですけど銭湯そうでまあそこでもまたいろいろと話していろいろ直近の中ねあと音声対談も銭湯入った後撮ろうかなとは思うんですけどうんそうそうすごくないですか あの、久保さん、まあ、広島にいる久保さんはですね、吉谷さん家買いましたってね。家の次車来ましたね。車来た。<laughs> まあ、家か車かっていうところなんですけど。すげえな。もう僕はね、あの GTR、今乗ってる車を乗り潰して、あの RB26 エンジンをですね、日本の魂の結晶をちょっと僕は、あの、ずっと次世代に。 引き継ぐためにも、引き継ぐためというかね、伝え続けるためにも、ちょっと、あの、RV26 エンジンっていうのが好きなんで、あの GTR34 が好きなんで、まあ、僕は他の車を買わない、買う予定はないですけど、ただね、ランもかっこいいですよね。ランもやっぱね、やっぱ、すごいいいっすね。うん。まあ、そんな感じで、まあ、ちょっと、5月末あたりに、僕、ちょうど5月、まあ、夏になったら、 東北と、えー、北海道ですね東北と北と海道車で回るっていうことをもう計画してたんで、まあ、5月ぐらい5月末ぐらいにですね東京の方に車でこう鹿児島から車でこう来てで、まあ、東京来たら彼とちょっとなんか合同ドライブコンサルみたいなのやりましょうかみたいな話してるんですごくないですかランボと GTR34 のこのコラボドライブコンサルやばくないですか 人数限定なんですけど、ちょっとやりますよ。これ超面白いじゃないですか。ワクワクして、ね。はい。まあ、そんな話はどうでもいいとは思うんですけど、<laughs> まあ、あの、今回す、ね、テーマとしては、あの、まあまあ、彼はさあの去年ですね、3300万売り上げ作ったわけなんですけど、まあ、売り上げつってもほぼ順利ですけどね。そう。 じゃあなんで彼がまあ成功したのかとか、まあうせ、久保さんも家買いましたけど、なんでそういうそのおき全く初心者の状態からこう成功していったのかっていう、そのプロセスは何なのか何が必要なのかっていうところなんですけど、いや本当にですね、まあこれ何度も言ってますけど、3000万、ね、三千万以上稼ぎたいんだったら僕の言う通りにやってくださいって話です。でもこんなこと言っても多分やんないですよね。 僕の言う通りにやってもらえば上がりますよっていう。うん。だけどやんないんで上がんないってことです。でも彼はやったから上がった。ただそれだけですね。もちろん彼はセンスもありましたよ。自分で考える力もあるんで、センスももちろんありますけども、言われたこと僕がアドバイスしたことをもう愚直にやったっていう。ただそれだけなんですけど、さらにプラス僕のアドバイスから派生して、吉田さん、こんなのどうですかって提案も来るんですよ。 起きて「あいやそれはこうしてこうした方がいいんじゃない?」って言っとあわかりました」みたいな感じなんですけどうんそういや早いです、ね、本当に去年僕の本去年僕の本を買って僕にコンタクトを取ってきてでまあコンサル入って。 てアドバイスしまあ僕もいろんなお客さん見てますけどまあ彼は結構センスあと扱ってる商品も良かったですよね扱ってる商品も良かったと思います彼がアフリエイトの教材とかねアフリエイトの塾とかそういうのやってたらちょっと多分跳ねてなかったと思うんですけど扱ってるコンテンツが良かったかなっていう要はもうまあ、僕は扱ってるコンテンツが悪いんですよドリームアアカデミアって情報発信ビジネス まあ情報コンテンツデジタルコンテンツ情報商材、まあ、いろんな言い回しがありますけどその情報発信していきましょうっていうのがメインなんでこれって売りづらいんですよね売りづらいんですよ売りづらいのが僕は頑張って売ってるんですけどそうあのー、まあみんなね、あのー、動,画と動画撮ろうと思わないしブログの記事書こうと思わないしなんか集客しようと思わないじゃないですか、まあ、そもそもネットビジネスやる人ってビジネスしようって来ないじゃないですか まあ僕もそうでしたけどなんかインターネットすごいななんか儲かりそうみたいな感じで入ってくるんでそもそもネットを使ってビジネスをしようと思ってくる人がほとんど少ないんで,でその中で情報を発信していきましょうって言ってもお、まあ、カんじゃないですか難しいとかめんどくさいとかもっと楽してなんかないのっていうところから派生してネットに来るんでじゃあそのブックメーカーに関してはスマホだけでいけますから簡単に収益情報発信する必要もない顔出しする必要もないなんだ うん,なんその文章を書く必要ないとかまあ全然もうなんか覚えればタップでできるじゃないですかスマホのタップでお金増やせるんでだからそのマッチング商品コンテンツがマッチングしてたなっていうのもあるんですけどうんそうまあ扱ってる商品も良かったですねうん、はい、あとはまあそのトレンドというか、えー、認知度が,がまああるね、えー、人のおかげで <laughs> 認知度が上がったっていう うん、そうある人も実は僕も教えて昔教えててまあそのある人はまあ勘のいい人は分かるかもしれないですけどそのある人が本をですね広めてくれてブックメーカーっていうのを世に広めてくれたんで、まあ、そこからなんかいろいろと、ねえー、こぼれ球がだいぶ来たというとこなんですけど、うん、だからまあいろんなそのタイミングだったり運とか例えば10年前にブックメーカー扱ってたらまあここまではいかないですね今だからっていうのはあるんですけどまあそれにしてもまあすごく いい結果いい結果というか、まあ、早く、早く、すごく言ってくれたなとは思いますけど、うん。素直に本当にやるってことですよ。うん、今回、その3月の25日に僕、セミナーやりますけれども、ここでお話しする内容は、えー、もう、素直にやっていただければ、いいまあ、現状として全員結果出てます。全員結果出てます。素直にやった人は。 だからこれやれなかったらマジで、ね、ネットビジネスやめた方がいいですよ。マジで。まあネットビジネスではないんでこれは。トップバズのやつは誰がやっても今結果出ますからた、ただ今ですよ。3年後は分かんないですよ。今は結果出ますけど3年後は分からないです。そのやり方全部どうやってやるのか全部パソコンを使って見せますんで。だから来て素直にやってもらえれば絶対に結果が出ます。来て、来て話を聞いて、で、レクチャーもして、 レクチャーもしてどういうやり方も全部パソコン画面見せて何を使ってどういうふうにやるのかも全部見せてでその家帰って素直にやればもう絶対結果出ますっていうものですただそういうものであったとしても素直に実践しなければ結果は出ないですねうんだからお金稼ぎたいんだったら本当にやることは単純でもう素直に聞いて素直にやるっていうただこれだけですよほとんどの人はこれできないんですよこれなんでできないと思いますなんでできないと思います 素直にまず信用できないですよね信用できない信用できないうさんくさいなんだ、うん、不安あとなんだ、うんうん、あとドリームキラーがいたり環境が悪かったりとか、まあ、いろいろな要因があると思うんですけど素直にできない理由っていうのは単純にあのこれはね僕もドリームアカデミアの僕の塾でも教えてるんですけど TTP なんですね。徹底的にパクるっていう。徹底的にパクれないですよ、みんな。なんで徹底的にパクれないかっていうと、その、結局その、なんだ。自分の、その、モデリングする人がいないんですよ。申し訳ありません、ね。モデリングする人がいないんです。モデリング。だから真似られないんですよ。だから実は大事なのって、モデリングする人を見つけることなんですよね。わかります 徹底的にパク、だ成功してる人の徹底的にパクれば、あの成功する確率はひゃひゃ、あの、確実に上がるじゃないですか。だか例えば、例えばそうそうそう、まあ,あ、えー、ダイソンですかね。ダイソン知ってますよね。昔、日本っていうのは紙パックの掃除機しかなかったじゃないですか。 で、ダイソンがサイクロン式っていうのを世界でめちゃめちゃ掃除機売りましたよね。世界で。ダイソン、サイクロン式。じゃあその後日本企業何やったかっていうと、ダイソンパクってサイクロン式の掃除機めっちゃ作ったわけですよ。今の家電量販でいけば全部ほぼサイクロン式で紙パックないですよ。それダイソンっていうモデリングする会社が出てきたからじゃないですか。もしダイソンがサイクロン式を全世界に売ってなかったら、多分日本も今、いまだに紙パックで売ってるところもあるかもしれないですよ。 で、要はモデリングする会社があるからですよね。うん。特に日本企業っていうのは世界の、えー、流行ってるものを自分なりにカスタマイズして、こうやるっていうのが結構うまかったりするんで。だからそのモデリングする商品だったら、モデリングする人だったりとか、モデリングするもの。うん。じゃその人は何やってんのかとか、その人はどういう考え方なのかっていう、全部モデリングするってことです。だそれがないからダメなんですよ。だからそれがないから、その、 僕がおすすめするのは別に商品でも、でもいいんですけど、その人が何やってんのかっていうところですね。その人が何やってんのかっていう。じゃないと、その、ノウハウをモデリングするってなると、これがいいのかな、あれがいいのか、これがいいのかな、これがいいのかノウハウコレクターで終わるじゃないですか。でも、この人がどういう考えで何やって、どういうふうに成功したのかなっていう人を見て、まあ、これセミナーでよく言うんですけど、人は人に支えられないと人にならないんで、セミナーでよく言いますけど、 だからノウハウコレクターの人ってほとんどその人に興味持ってるんじゃなくて稼ぐノウハウに興味持ってるんですよね。これが稼げそうみたいな。で、それが稼げそうで、稼げそうでこれを買う上でこの人ならなんか大丈夫かなっていう5本か6本の動画を見てなんか信じるみたいな。たかが5本か6本の動画を見て信じるんですよ。面白いですよね。人間ってなんかそう考えるとアホですよね。5本か6本の動画を見てこの人信じるんですよ。 この人なら大丈夫みたいなまあそれがプロダクトローチ今ねぐちゃぐちゃやってますけどで僕の男にね騙されましたあだこうだ来るわけですよどうど,どう思います、うんうん、だ僕,僕がセミナーやる理由としてはいろいろあるんですけどあの 生で聞いてほしいっていうところですよね。生っていう場所を用意する。生っていう、生で聞ける環境を用意するっていう。自分の足で見来て、自分の目で見て、この人の言ってることが本物なのかそうなのかっていうのを、それを見て、それを見た上で、ね、あのー、判断してほしいなっていうところですよ。なんかインターネット上の情報で稼げるんだったら、インターネットの情報で稼げるんだったらもう稼げてるし、結果出てますよ。 それでもダメだから違う情報の取り方をしないといけないし、だからまあセミナーに来い来いとか来てくださいとか言うのは、あのちゃんと生で受け取ってもらいたいってことですね。生で。うんで。あとはちゃんと自分の中で確信させるってことです。あ、この人の言ってることは大丈夫かな。だから別に僕じゃなくてもいいんですけど、別に僕じゃなくてもいいんですけど、他の人でもいいんですけど、直接会いに行って直接自分の目で見て、ね。 騙されたって言いつも僕なんかを相談いただくんですけども、いや、だったら騙される前にその人に会いに行って直接自分の悩みを聞きに行けばいいじゃんって話じゃないですか。後でピーピー言うなよって話で。そうじゃないですか。だって30万とか40万払うわけじゃないですか。プロダクトローンチそのなんか煽られて。いや、だったら30万とか40万の金あるんだったら会いに行けんじゃないかって話じゃないですか。そう思いません 会いに行けません30万とか払ってんだったら30万渡航費あんだから行けますよね会いにでその人がいやいや会えませんとかねいやそれ無理ですお金払っても払わないと会いませんっていう人だったらそれぐらいのレベルの人じゃないですか僕は誰でも会いますよ悪いですけど僕は誰でも会いますだからそういうふうに、うん、会うっていう人にを見るのかいやお金払わないと会いませんよっていう人いや僕も有料のやつやってますんで 線引きはする場合もありますけど、基本的に向こうから、あどうしてもお願いしますっていうことだったら、えー、スケジュールが合えばですよ。スケジュールが合えば、あの、会うことはできますけれどもう。ね、あの、例えば、僕に1円もお金払わずに、吉谷さん、今日も明日もいいですか明後日もいいですかいや、この日もいいですかこの日もいいですこの日。それは無理ですよ。 それは無理ですけどもう1円もお金払わずにいや僕も時間取られますからそれは無理ですけど時間が合えばねえ僕断ったことあんのかな基本的に多分ないと思いますよ無料でもあ吉谷さんお会いできませんかって来たら基本断ることはスケジュールが合わなかった場合はそれは断りますけどああえばね有料のやつの有料のね コンサルとかに関してはスケジュールを買ってもらってるんで僕も合わせますけど無料に関してはねお互いに合わなかったら僕はその合わせる必要はないと思うんで無料ですから、うん、ただ僕が予定空いててるんだったらまあ全然いいよみたいな感じでやりますけど、うん、なんかそういうのすればいいのになと思うんですけどねなんか会いに行くっていうのは何でしないのかなっていうだって稼ぎたいし人生変えたいんですよねそうそうそう ちょっこうっっと愚愚痴痴てていいすかっっていいすすかか僕ねあの実はこの前の大阪セミナーでキレたんですよ僕この前の大阪セミナーでちょっとキレて久しぶりにキレキャラが出たんですけどそのチョコさんっていう人が東京から来てたんですよねでその結構喋ってくれましたで内容めちゃめちゃ濃いね話してくれたんですけどそのチョコさんがなんで自分が成功したのかっていうところをセミナーで言ってくれてたんですよ なんで僕がセミナーであの僕がなんでその成功したのかうまくいったのかそれはこれがこれだったんですよっていうことをセミナーで言ったんですよでねでそのセミナーのワンセッションが終わって休憩入ったんですよで僕チョコさんもタバコ吸うんで僕もタバコ吸うんですけどチョコさんタバコ吸いに行きました僕もタバコ吸いに行きましたんで僕周りを見てたんですねまあね誰もやらないですね そこでセミナーで成功するために何が必要なのかって言ってたんですよ。言ってたけど、誰一人やってないんですよ。おかしくないみたいな。<laughs> 今言われたことできないんですよ。で、僕それ見てて、ちょっとタバコビリ、次のセッションでブチ切りましたね。ブチ切れたというかね、ちょっと切れて、何しに来たんですかみたいな。何しに来たんですかみたいな。今聞き、今聞い,た聞いたでしょみたいな。成功するために何が必要なのかって聞,聞かなかったですかみたいな感じで、ちょっと切れたんですけど。 だ、そうじゃないですか。だって、稼ぎたいとかね、成功したいとか来てるのに、来てるのに、その話を聞いたわけじゃないですか。なんでやらんのって話じゃないですか。いや、僕はね、驚愕でしたね。<laughs> もうこれは無理だな。ぶっちゃけもうセミナー参加してる人全員稼げないな、みたいな。まあ、トップバズは稼げますよ。だけど、これも聞きました、セミナー参加者の方。トップバズ稼げるけれども、じゃあトップバズで人生変えられると思いますかって聞いたんですよ。いや、みんな変えられないって言ってるんですよ。 トップバズね、まあ、副業、いや、僕は、私は、えー、月3万とかね、5万とか10万とか、ちょっとそれがあればいいんですよって言ったら全然いいんですけど、セミナーに参加してくれてる人はなんかその人生変わりたいみたいなね、感じだったんで、いや、トップバズで人生変わるんですかみたいな。いや、変わりませんみたいな。じゃあやりましょうよって話じゃないですか。いや、僕はね、あれを見た時にね、まあまあ、だからまあ99、99%の人が成功できないっていうのはそれですよね。 今言ったことは今できないですよ。しかも誰でもできるんですよ、やろうと思えば。まあ、それは無理だよね、と思いましたね。それは無理だよって。なんかね、僕もセミナーやってるんですけど、まず、まずね、もちろんそのセミナーに参加するっていうこと、行為っていうのは、セミナー参加しない人よりかは、まあ、意識レベルは高いと思うんですけど、でもこれだけだと絶対もうまくいかないです。 セミナーに参加した後のさらにもっと上に来ないと、まあ無理ですね。あの、無理というかもううまくいかないですね。まあいろいろ見てますけど。その成功という概念が人それぞれなんですけど、例えばね、副業で3万とかトップバスで3万とか5万とか稼げて成功っていう人もいるでしょう。今までネットビジネス全く稼げてなくて、3万とか5万稼げるようになった。お、すごいな、成功した。まあそれはそれでいいと思います。 そ,ういうそれで、OK、それで満足であるならばだら今回みたいに、えー、なんだ8か月で3,300万ぐらいの売り上げ作ってなんかあのなんだランボルギーニ買いましたとかあとなんか久保さんみたいに、ね、あの3億とか、ね、4億作ってなんか家買いましたねとかねこう吉谷さんこの前1か月の売り上げ1億1,000万ですとか、まあ、それぐらいの結果を出したいということであるならばやっぱもっと上のことをやんないといけないですよね。 でもその上のことって実はすごくシンプルなんですよ。すごくシンプルで、まあ、あの、じゃチョコさんがそのセミナーで何言ったのかっていうと、チョコさんがセミナーでまあいろんな話してくれましたよ。いろんな話してくれたんですけど、僕が本当に人生変わったきっかけっていうのはこれでしたっていう話をしてくれたんですけど、まあ僕は知ってるんでね、あれですけど、チョコさんはその、あの、タサービスエリアっていうところがあるんですよ。首都高速に。 で、その首都高速の辰巳サービスエリアは結構夜中になるとフェラーリとかランボルギーニとか結構その走り屋の人たちが夜中集まってくる集いの場所なんですね。で、チョコさんはそこの、あのー、そこからそのタワーマンションとか、ああ、どうやったらそのタワーマンション住めんのかな、みたいなの見てたんですね。で、そのランボとかフェラーリとかブワーっと止まってるわけですよ。で、チョコさんはそこで何したかっていうと、どうやったらこんな車に乗れんだろうと思ったわけですよね。 どうやったら成功できるんだと今自分はもう全然もうダメだし全然そのまあチョコさんっていうゆえんはその1日1本しかチョコスティックパン食えないっていう状態から成功したんで1日1本のチョコスティックパンチョコさんみたいなこと言ってるんですけど水道ガス電気止まる水ねポリタンクにポリタンクにすポリタンクを持って公園に行って水汲みしてた人ですよ。ポリタンクに ポリタンクで公園行ってないですよね。多分この動画見てる人。ポリタンク持って公園行ってないですよね。まあそこぐらいまだ落ちてた人なんですけど、あの、そのフェラーリとかね、そこのサービスエレーダー、フェラーリとかランボルギー止まった時に、俺も早くあそこに行きたいなと、成功したいなと思って、チョコさんがやったのは、一つ一つノックしたんですコンコンって。 すみませんと。どうやったらそういう車に乗れるんですかと。何やられてるんですかって聞いたんですね。い、こう、ポンポンと。で、医者やってますとか、弁護士やってますなんかいろいろあったらしいんですけど、最後かわかんないですけど、その、フェラーリ乗ってるかわかんない、その、なんか聞いたら、いや、あの、ネットやってるよと。IT 関係のやってるよと。まあ、これからは絶対ネットやったからいネットとかブログとかやった方がいいんじゃないみたいな言われたらしいですね。で、それが、それ言われてからブログ始めたんですよ。 アメブローなそこのフェラーリか何か乗ってる人がそのブログとかやった方がいいよみたいなねあのアドバイスというか助言というかわかんないですけどでそれでチョコさんじゃあブログやろうみたいな感じでブログやったんですよいやその人の助言さすよねそれを聞いてこれからインターネットだぞみたいな相手だぞみたいな,なんか人個人でもできるからやってみたらみたいな 言われて、じゃあブログやって。で、そのアメブロを始めて、アメブロから集客してメルマガに移行してメルマガで稼いで2000万ぐらい。まあ、メルマガのアフリエイトとかでも稼いで、あとはコンサル売ったりとか、まあ、いろいろやってって2000万ぐらい作ってみたいな回復してた、あの、V 字回復というね、そこから成功をこう、いくわけなんですけど。だ最初の原点って何かっていうと、ノックしたんですよね。聞くってことですよ。まあ、僕も動画でいろいろ言ってますけど、ね、そうそう、それが、 僕の原点だったんですすよよみたたいな言ってたわけですよで,でその話が終わって休憩入って誰も聞きに来ないっていう誰も聞きに来ないですよ何聞いてんのって話で何しに来たんやろうなみたいな目の前にねたまあ5,000円がね安いか高いか人それぞれですけどね僕からするとたった5,000円でそのねめちゃめちゃ成功した人の話をね聞きに行ける環境にあるわけじゃないですか なんで聞きに行かないのみたいな。僕がそっちの立場だったらガンガン聞いてるよって話なんですよ。僕だって成功したいし、お金持ちになりたいと昔は思ってましたから、もう絶対その場所行ったら絶対聞きに行きますね。絶対聞きに行きますね。だって成功したいじゃないですか。お金,お金持ちになりたいと思ってるわけじゃないですか。お金持ち前にいるわけじゃないですか。ね。で、お金持ちの話聞きました。お金持ちになるためにはこれが必要だって言われました。じゃあ聞きにじゃじゃ今こういうことやってるんですけど、どうやればいいですかアドバイスくれませんかって聞きに行けばいいじゃないですか。 やんないですよね。何しに来たのみたいな。ちょっと切れたんですけど。だって今言われたことができないんですよ。おかしいでしょみたいな。しかも、その環境にいるんですよ。みんな環境が悪いとか言うじゃないですか。環境がとか、時間がとか、ね。聞ける時間もあるし、環境も整ってるわけじゃないですか。なんで行かんのみたいな。 そりゃ稼げへんわみたいなで。この前ライブで毎日どうでしょうまあ今日はお昼放送。今日水曜日なんでお昼放送なんで夜ないですけど、そのライブでその北海道のケンジさんっていう人がていてるんですけど、ケンジさんね、もうライブ歴何年だまあ4年か3年ぐらいずっと見てる常連さんなんですけど、吉谷さんとセミナー参加した人で、ね、成功率どれぐらいですかってセミナーに参加するとどれぐらい成功してますかみたいなで。僕が言ったのがほとんど成功してないですね。みたいな でセミナーに参加するっていう行為も大事なんですけど、もっと上なんですよ。成功したいとか、もっとなんか稼ぎたいということだったら、もっと上のレベルに来ないと無理です。ただ聞いてただ変える。だったら別に来ない方がいいですね。ただ聞いてただ、なんかだって、別にネットで調べればいいじゃないですか。なんかその、そこの環境に、 自分がいるってことはどういうチャンスがあるのかってとこじゃないですかどういう考え方でそのセミナーに取り組むのってただノウハウを聞いてねただの別にいいんですけどただノウハウを聞いて帰るだったら別に家でパソコン見て成功してくださいよって話じゃないですか ただノウハウ聞いて変えるぐらいのレベルであるならばそんな意識レベルだったらパソコンネットで検索して情報調べてそれやればいいじゃないですかわざわざ時間使って金使ってくるのになんでそれも,もっと持ち帰ってやろうっていう気持ちがないのかなと思うんですよねそうね普通に別にねそれぐらいだって別に自分ちでやればいいじゃないですか情報聞いてそれやるっていうぐらいだったらノウハウ聞いてやるんだっそれなんか調べれば出てきますから 僕が,僕がね、セミナーで言う内容も多分ネットで3日とか4日調べれば出てくると思いますよ。もしくは1週間とか。もう Google で検索しまくって1週間ぐらい調べれば出てくるかもしれないですよ。そう。調べれば無料で出てくるわけじゃないですけど。そう。お金使う必要ないですよね。そう。うん。なんですかね。 だからね、その大学生の子もなんでその8ヶ月で3300万ぐらいこう稼げたのかっていうと、やっぱね、その、聞き方がやっぱね、ワンランク上なんですよ。これ前、なんか前回なんか、ま、なんか動画撮ったんですけど、聞き方がワンランク上の聞き方してくるんですよ。 どういう聞き方してくるかというと、吉谷さん、僕はこういう戦略でこういうふうに考えてるんですけどこう、こういうふうにこうなってこうなってこう考えてるんですけど、吉谷さんはこれに対してどういうふうな見解ありますかっていう質問なんですよ。レベル高いですね。質問のレベルが高いんですよ。要はもう自分で思考しているプロセスがあった上で僕の思考を借りてくるんですね。これすごいですね。 大体はどうやったら稼げますかって自分で脳を動かしてなくて聞いてくるんですね、質問。まあまあまあ、これもいいんですけど、もう彼はその、質問の聞き方がやっぱ全然違いますね、質が。僕もいろんなお客さんの質問対応してますけど、彼の質問の質は全然違います。自分で考えた上で、吉谷さんの見解をちょっと聞かせてほしいと。吉谷さんだったらどうしますかとか。こいつ、なんかなんかいい質問するなと思ってね。 まあそんな感じですね。はい。まあいろいろと言ったんですけど、まあとりあえず3月25日のセミナーは来てください。ちょっと募集ページまだ作ってないんですけど、まあ3月25日やる言うてるので、3月25日の日曜日、えっと場所はですね、えー、お茶の水お茶の水です。 で、あとは、えー、13時15分から13時15分から、えー、17時でやる予定でなっております。一応会場の方は今日入金したんで、多分まあ返事が来るかなと思うんですけど、明日ぐらいには。会場に一応ね、えー、なんだ、あのー、うん、入金したんで、i b m あ、今更来ました。今、今ね、さっきね、Ustream の、Ustream プロデューサーがアップグレードしたっていうお知らせが来ました。そう。僕ね、今 YouTube でライブしてるんですけど、YouTube でライブしてるんですけど、前は Ustream プロデューサーっていうソフトでそのずっと配信してたんですよ。だけど、なんか Mac の OS がアップデートされて、Ustream プロデューサー使えなくなったんですよ。それで、 今 YouTube ライブでずっとやってるんですけど今更新しましたっていうユートリンプロデューサーアップデートされたっぽいですね押せよと <laughs> 押せよみたいなまあまあ今 YouTube ライブやってるんで、うん、なるほどねはいということで3月25日えー、なんかねそうそうなんかメールが来て あの福岡でもやってくれませんかみたいなメール来たんですけどいやー今回の東京でこれが最後にしたいと思いますトップバズに関してはでもし聞きたいんだったら鹿児島まで来てくださいという感じですかねここは申し訳ないですけどあのどうしてもトップバズの話を直接吉谷さんが聞きたいってことだったらあのー、鹿児島まで来てほしいかなと思います僕鹿児島からいろいろ行ってますからね <laughs> そう、うん はい、なんかね3月ので、ね、違う違うあ5月かな。5月か。5月に鹿児島でちょっとセミナーやること決まってるんで、うん。あと4月も鹿児島でやろうかな。鹿児島であんまやってないんでね。鹿児島でちょっと4月後半と5月後半ちょっとやってみようかな。一応5月はねもう来る人いてるんですよ。そう。鹿児島ワンデーセミナーっていうね。 の5月26ぐらいにもう企画してるんですけど、うんうん。はい。ということでまだ募集ページは作って、ま、せん、今日作ろうと思ったんですけど、まあいいや。まあ一応もう日程言ってるから大丈夫ですよね。3月25の、3月25の13時15分からお茶の水。 で、やります。お茶の水。お茶の水行くか徒歩2、3分のところです。確か。で、えー、13時15分から17時までです。はい。まあ、募集ページもね、まあ、今日余力があったら作ろうかな。どうしようかな。明日もちょっと早いんですよね。うん。まあ、作って、もし、もし作れて、作ってたら、あ作れてたら、この YouTube の下に貼っときます。 はいでは今回は終わりたいと思いますありがとうございました Is where I was born, where I live, where I'm going. I am the wind. I stop for nothing, for no one. I go anywhere I want. I run, I howl. They've tried to bridle me, govern me, tame me. But I am free. I have created the strangest shapes. And this time I have sculpted my masterpiece.